ルンブン寺院はインドネシアのジャワ島中部にあり、プランバナン寺院群として国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録された寺院遺跡群のあるプランバナン史跡公園において中部ジャワ州クラテン県のプランバナン地区に位置する旧世紀の仏教寺院である。この寺院のかつての名称は明らかではないが、地元ジャワ人が名付けたチャンディルンブンの名は、 ジャワ語で、ヨネゾの寺院の意である。この寺院は、約8から9世紀のヒンドゥー教、仏教寺院が点在する、考古学的に豊かな地域である、ケウ平原にあり、プランバナン寺院、別名、ロロジョングラン寺院の北北東500メートル、セウ寺院の南約500メートル、ブブラ寺院の南150メートルに位置する。ルンブン寺院は小規模ではあるが、近くにある、 セウ寺院とかなりの類似性を持つ。西暦782年のケルラク碑文がこの寺院の近くで発見されており、碑文にはマンジュシュリー像の混流について記されていた。記述された寺院は、ルンブン寺院内しセウ寺院を指すものと考えられるが、マンジュスリグラ碑文により792年に像を広ぐされたとする、セウ寺院の主指導と考える説が有力である。 建築構造は、セウジーンに似ており、この寺院はコマタラム王国時代の旧世紀に混流され、プランバナン寺院よりも古く、セウジーンやブブラ寺院と、ほぼ同時代のものと考えられる。主子導を取り囲む、プルワラ指導かつて周壁内にあったと思われるルンブン、寺院群は、種子道及び同心場に、それを取り囲む16基のプルワラ小指導により、構成されている。 その建築構造は近くのセブ寺院のものに似る。セブ寺院やプランバナン寺院の主要指導と同様、この寺院の主指導は東向きであり、入り口は寺園の東側に位置する。主指導の基段は10メートル四方の曲折した方形で、東側に突き出た階段を備える。壁タイブの5箇所に壁岸があり、東側の入り口の両脇にクベイラとハーリティ像、北、西、南側には、 如来像が廃されている。朱子道の東側正面より内陣に通じており、内陣は方形で11箇所の壁岸を備える。朱子道の屋根は崩壊しているが、かつては戦闘を冠していたものと考えられる。この朱子道を取り囲んでいる、プルワラ小子道は、それぞれの基段が5メートル四方となる、同様の衣装により構築され、仏塔で装飾されている。しかし、 四方に配置されたプルワラ小指導の向きについては得意なものとなる。西側の5機の小指導は、主指導に向かって東方を向き、北、南側の残る4機の指導は、主指導の方向に南、北を向くが、東側の小指導は列中央の指導のみが、主指導に向かって西方向を向き、残る東側の中央両側の2機はその、 東側中央の少指導向きにそれぞれ南、北を向いている、ルンブン寺院群東正面、ありがとうございます。